実だってる。ハムの本当だ。あ、桃の実みたいね、まついてるね。桃かと思ったんですか。あ、うん。あとアメリカ冬よ、これは。青いやつ。これね。冬ですか。左がただの。あ、そうそう。みんな冬です。これが冬と八重とあんまり。これがアメリカの。桜の香りね。ではで
出てくんがね、梅雨草になって出てくんがね、うん、で梅草だったら花は白色長だけど、梅雨草だったら青色なんだけど、もうちょっと矛盾したり、あと矛盾と、まあ、比喩いうのは、ハゲ糸という、この花のことをなんか比喩いう、比喩いって、まあ花はこんな花だよね。どんだけ分子してる綺麗だったんだね、生まれたけど、ね、冬の奈良市だったらね、当時の奈良市で、人参、かぼちゃ、れんこん、ぎんな、金柑、寒天、あとうどん、うどん、だからうどんの中に入れる品物、この冬の奈良市、それだけがうまい。ここに桑の実みたいな黒いのナノキで、ハンノキ、え？ハンノキ、山ハンノキ、ハンノキの種類、食べられない、黒い実、黒い実、あとしまった、あとメモのやつの花咲いてる、あ、はい、咲いてる、そう、その横、こう白っぽく見えるの、これゲートコースにもなるんだね、ねえ、早く出てきた、ねえ。いるでしょ、ね、私もかかった来たからね、今でも間に合うよ、あの銀にまでもいいよのものにとさ相手がいない、夕方さ、いいよ、父さんいるね、かまだこりゃ車椅子でこんなんは歩けんから、車椅子ね、車椅子でさ押してもらって、ね、押してもらって手つないでなんかすごいね、山湯にああ、ほんとだ、これから咲くんだね、うん、これから細くたくさん、あれじゃあ何年、1年に1つなら何年も経ったってこと、うん、花いっぱい持ってました、うんうん、これは岡虎の、うん、で、うん、からの奥見たかった、うん、ちょっと、うん、まあ、この奥にもいい、あの山入りがあんなで、あ、ほんとだ、すごい、あ、ほんとだ、咲いてる、見える、咲いてる、咲いてる、綺麗な白い、うん、ちょっと開いてるな、ねえ、さっき気がつかなかった、あらまあ、でもね、お客さんの中で見てた人はいるかもしれない、いるかもからね、おすすめ、いや、私が見て咲いたのかも、咲いた、もう急にびっくりしたびっくりパンでそれはいいあ、これこれだ、こうやってもらうジャンプ2枚ジャンプここね、古い小奈良の森だから、まあ、普通の山の中って普通の山の中って普通の山の中で腰脂だったのは美味しそうな山菜がたくさん、うん、天ぷらする天ぷら吹きもある自然に木の森葉っぱの天ぷらばっかりギル、ね、葉っぱの天ぷらで、うん、山菜天ぷらじゃない、ちょっと植物ってほら、まあ、どこのものか ね、うん、食べれるの、ね、食べれる、これビワみたいな、これはビワじゃなくてね、譲り葉、江戸譲り葉、東北から北海道の方に行くと、国大だから、樹皮はやっぱり、神戸市の農林の大学のものがあるんで、この奥に黄色い羽根ペチジトロ、これが木杉、あの夕杉ともいう花、うん、まあ、夕方に花咲いて、明日の朝に終わる、うん、あと1時間ほどしたら花開くかもしれない、うん、私が来てもまだダメだね、間に合わない、陣痛力は投げたね、ダメですよダメですね、これも変わったね、なんか花ですよ、うん、やっぱ木に行くの大きいのかなって、ね、出てきたか、海岸に咲く植物が置いてあるところだ、うん、あ、これ浜が、ね、これならわかる、海岸に浜が、こっちはあの柏の木、あ、そうだわ、柏餅の柏の木、それについとるそこに丸絵がぶどん、あ、どんぐり、そこに見つけた、はい、これもどんぐり、あ、5月の柏の葉っぱでもね、この木のね、この葉っぱに習性が甘いですよ、うん、それで、ね、これ今青でしょ、緑色で、うん、秋になったら当然枯れ葉になるので、うん、はい、だけどこの木からすぐ普通の木みたいにラグエージュみたいに葉っぱ落ちないの、一冬、この木についたまんま茶色のまんま、うん、はい、いつ落ちるんですか、4月になって新芽ができたらその葉っぱは落ちる、で、これが生きてきます、
うん、そういうシステムがね、柏には。最初はあのね、お客さんが声を合わせて、春先になると、うん、あれ、運転手さん、あれとはこんな立派な木、5本、6本も上がって、声が上がる。これこれ、うん、これカモ、本当だ、あそこにカモさん、うん、にはちゃんといるよ、あいっぱいいるのか、まだいっぱいいるわ、子供も、え、子供もおる？はい、子供か知らんけど、あ、小さいのがね、あそこらへん何匹もいたから、親子かいやと思ってた、うん、なんか大きい、あそこにこんな大きくなるかな、たくさんいる、あの今年ね、はい、入り口のところに風船が取った池あったりする、はいはい、そこにあの、ゴアを連れた、カモの親子さん、うん、それで、あそこちょっとほら、段差って、あの親子はこっとこう上がるけど、うん、こうやって上がりなさいって教えとんがね、うん、だけど小さいひなはまだあんまり言わんかった、うん、で、ここの園長さんがね、うん、あのブロッカーでしょ、はい、あれ2つほど持ってきて、あの中に沈めて、で、そこからどこで上がりなさいって、うん、そしたら親がまたそのようにこう教えて、うん、で、子供がタッタッタッと後にね、そのままとか聞いてて、取り切りなの。あ、そうなんですか。恩返しに来ないの？これそう。これに。あのね、このイノシの間、こうやってね、カラスを避けながらよく泳いで、そうだよね。大きくなるの。カラスにやられちゃうんですよ。カラス狙うから、あの小さいの。この池は、魚いないの？え？魚いないの？魚いますよ、あの別にあの人が無線で話したわけじゃなくて、あのさっき、水なら船の森って看板あったとこね、はい、あそこ右へ入ってくる道やったでしょ、うん、分からんだ、左側から見ますから、うんうん、そこの中にも自然の中、あそこ山のあそこに、あれも破けるとボカボカになって、急にね、そう、もうで、こっちが手入れのする、なんかこれ面白い、だからこれ一生懸命半分に切らんだから、この行事がね、8月のお盆過ぎじゃない、強いものなの、これには花は咲かないんですか、花この葉も咲くの、あのね、ちょうどこれがね、丸くなってこう4つほどこう、あの丸がこうできまして、そのちょうど真ん中ぐらいに花が出てきます、いや、やっぱりそういう本なんね、お父さんね、夜の鑑賞会もあります。これ何？ポコポコのこれ。これ何ですか？これ。これは根っこ、根っこ。びっくりした、これ。鍾乳洞みたいな。帰りにね、入り口のところに あれがあるから。沼杉の根っこなの、これ。うん、そうです。沼杉の根っこです。上出てくるの何ですか？この下はね、沼地みたいなになってるから、そういう時にできる水のりだから、一番嫌に満足に多分できないから、こう表に根っこを抱いて呼吸させるとかね、だからこの中、バランドを、あのネギ坊主みたいなね、感じで見えるけど、細いっていうとね、うん、この岩を持ってきて作ったものですか？これは雲南省の昆明市から1992年に持ってきました。で、積み重ねた。これも綺麗な。これは、ね、品川のルーニーって、くるみの方の種類だと思うんだけど、なんか感じだけど、実がなったの見たことないんだよね。これ、すごい変わっちゃった。そっくりですね。だからこの通りの両側は全部中国のところ。そうなんだ。で、向こう側の通りから奥の方は全部アメリカ。アメリカ。池からこの左の一角は中国とアメリカの植物ばっかりだから、ここに今アメリカのところの花はね、うん、
何があるかというと、この中で、はい、